女性はもうこの人だけだ。自分にとって絶対に手放したくない存在だ。そう執着してしまう女性にある特徴とは何か。えー、今日はこのポイントを5つご紹介していきたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。こんにちは、小川健治です。このチャンネルでは、人間の思考や行動の本質にフォーカスすることで、恋愛や仕事など、あなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています。 動画はほぼ毎日更新しています。最新動画を見逃さないためにもチャンネル登録をよろしくお願いしますまた僕への個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションにお越しください女性がこの男性のことを手放したくない絶対に別れたくないそう思うことがあるように男性もこの女性のことは手放したくない、えー、絶対にねこう一回手放してしまった後も忘れられないあの女が一番良かった そうね、執着してしまうことってあるんですそしてそういう風うに執着をされる女性にはある共通の特徴がある、えー、あなたがそういうね特徴を持った人であるならばまたもしそういう特徴を持っていなかったとしてもね、えー、そういうところにこう磨きをかけることができるならば、まあ、彼はあなたを手放したいと思わないあなたと関わる男性がね、えー、今後あなたを まあ、手放したくないというか、まあ、執着をね、えー、ずっとしてくれると。それがいいのか悪いのかっていう問題はありますけどね。とっとと別れたい人から執着されても困るわっていうこともあると思うんだけども、まあ、君のことはね、もういいよ、さよならっていうふうに、こう、あっさり言われるよりは、ええー、ね。 絶対にちょっと俺の手元から離れていかないでくれというふうに言われた方がいいんじゃなかろうかという方はね、まあ今日のお話、えー、お付き合いいただければと思います。もちろん個別具体的にね、えー、まあ人によって、えー、男の人によってこういう女性がタイプだとかね、まあこういう人は苦手だっていう細かいところ、あれ、えー、細かいところ言えばね、まあいくらでもあると思うんです。えー、なのでまあ今日総論今日は総論としてね、えー、5つご紹介していきたいと思いますし、まあこの5つ以外にもね、えー、まああなたの状況、環境に応じて、えー、こういうケースはどうなんだとか、まあ いろいろあったりすると思うので、まあ、そのあたりはいつもご案内させ上げているように、ねえー、と僕の個別のセッションの方にお越しいただければ、まあ、ちょっと彼がなかなかね、私のことを執着してくれへんのだけどとか、えー、ちょっと逆に執着されすぎて困るけど、こういう場合はどうなんだとか、まあ、そういうときには、えー、まあご相談いただければ、あなたの状況、環境に合わせた形で、まあ、具体的な、ねえー、問題をあぶり出して、それに対しての解決の方法を一緒に考えていく、えー、取り組んでいくと、えー、いうことができると思いますので、まあ、こちらにお越しいただければいいのかなと思います。さあそれでは、えー、男性が執着 をしてしまう女性の5つのつ特徴とということで、えー、そのうちの1番目はこちらですね。はい。えー、必要としてくれる女ですね、えー。自分の存在を必要としてくれる。えー、た,だただこの場合の、ね、必要というのは単にこういてくれればいいということだけではなくて、やっぱり自分の役割を、ねえー、明確にすることができる。つまり彼女には俺はこういう役割なんだ。 えー、彼女に対して俺はこういう形で力を発揮することができるんだ、えー、彼女のこういう場面で、ね、俺は役に立てているんだということが、まあ、男性が、ね、分かると大変分か,りやすくな、えー、分かりやすい関係が成立していると彼はその人を離さないですよ、えー、なぜならば男性というのはいつも申し上げているように、ね、群れの生き物なんで、ねえー、群れというのは、まあ、複数の人間によって、ね、構成されているわけでその群れを構成する一要因である自分としてはその群れの中で、ね、自分がどんな役割を果たしているかというのはとても重要です いうななんですね。その役割がないと群れかからら。ほっぽい出されてしまうからだから、その群れの中で自分はどんな立ち位置なのかなって、やっぱり常に気にするんですよね。まあ、これは会社員の方でも、えー、まあフリーランスとかね、まあ、自営業の方の中、えー、自営業の方でも、まあ、男性組織とか、えー、男性社会の中でどんな立ち位置でいるかっていうのはやっぱり気になる。それが あなたと彼らとの関係ということでもね、やっぱりあなたの、あなたにとって俺は一体何者なんだと、どんな存在なんだということは、やっぱりこう、無意識的にもね、えー、やっぱり気になってるんですよね。それがこう、ふわふわしてなんとなくのお付き合い、なんとなく好きと言ってくれるからとか、なんとなく近くにいるからっていうのも、これはこれで重要ではあるんだが、やっぱりそこにね、何か明確な、えー、私にとってあなたの存在はこうなんよ。私にとって、えー、あなたから学べることってこうなんよということが、 男性側がね、はっきり分かって見えていると、あ、そうかと。じゃあ、俺は彼女に対してこういうことはできてるんだと。じゃあ、俺の存在意義ってあるよね。えー、存在意義あるということは、やっぱりそこにねこう自己重要感が満たされるというかね、えー、あ、俺ってこういう生き方をしていていいんだとか、えー、俺はこの人にこういうふうに必要とされているんだ。この役割の中で、えー、俺はね、こういう仕事を果たしていけばいいんだということが、はっきり。 かるえー、だから、まあ、ぜひね、えー、彼には、まああなたにか、あなたからはこういうことを、ね、学べているんだとか、あなたがいてくれることでこういうことで助かっている、また、えー、こういうふうに、ね、私にとって力になってもらえているんだということを、やっぱり日頃から伝えてあげる、まあ、場合によってはこう頼むという、ねえー、言い方をしている時もあると思うんですけど、えー、こういうふうに力になってほしい、えー、こういうことで助けてよということを日頃からね、えー、あなたが彼に対して伝えてあげることができると、まあ、彼はそのたんびにね、よし、俺はこの子のために頑張ろう えー、あこの人のために俺はこういう役に立ってるんだ。じゃあこの人のことは絶対手放せないな。 そういうふうにね、えー、思いたがら、だからある一つあなたがね、さよならって言うと、おいおいちょっと待って,てと、俺の居場所がなくなってしまうじゃないかと、えー、いうことであなたに執着するということになる。まあ、頼んだ方がいいというかね、彼の役割をはっきりさせてあげた方がいいという話は、えー、過去にもこういう動画の中でね、えー、ご紹介させてあげてるので、えー、まあこの話ちょっと見ていただくとね、えー、と、今お話させてあげてるお話、もうちょっとより深いところでね、ご理解いただくことができると思います。えっ、ー、と、リンクがここに出てますから、えー、このね、 彼の役割をね、はっきりさせてあげる。自分が役割がはっきりできる人,の人との関係というのは男性はとても大事にするので、えー、その関係に、ねえー、執着すると、えー、いうことです。さあ、そして、えー、2番目ですね。えー、とこれも、まあ、今申し上げた男性はね、群れの生き物だというところに関連するんですが、えー、こちらですね。負担なくルーティーン化している関係ですね。負担なくルーティーン化。 男性は胸の生き物であると同時にルーティーンの生き物、つまり習慣の生き物ですからね、えー、同じことを繰り返すのが大好きなんですね。同じことを繰り返すの逆に言うと、違うことをやらされるのがあんまりお得意じゃないというか。 えー、まあ、めんどくさいというね、言い方をよくしてますけど、えー、ね、やっぱりこう日常を極力極力ね、当たり障りなく、今までと同じことを繰り返し過ごしていきたいというのは、基本的なね、男性の考え方。もちろんそれだけじゃないんだけど、多くの場合ね、えー、その中に、やっぱりあなたがこう突発的に何かこう暴れる、暴れるというかね、えー まあ、ちょっと非正規に怒ってみるとか、まあ、泣いてみるとかね、えー、彼にこう、無理難題を吹っかけてみるというようなことをやられると、ちょっと彼としてはそれがすごく負担になっていくと。えー、だからそれはちょっとめんどくさいからさようならっていうことになるんだけども、まあ、逆にね、なんか自然な形で、あ、そこにいるのが当たり前。えー、お家帰ってそこにいるのが当たり前。えー、そして、えー、まあ、仕事行ったらそこにいるのが当たり前とかね、えー、まあ 顔が合わせるか合わせないか、まあ、遠距離でもいいんだけども、まあ、日常的に、ね、こう適度な距離感でその彼の生活の中に普通にこう溶け込んでいる関係性ができていると、まあ、その関係って、ね、やっぱり崩したくないので,でその中からあなたがいなくなるあなたというパーツが、ね、彼の日常のルーティーンの中からなくなっていくと <laughs> 彼のルーティーンが崩れるわけだからそれはやっぱり嫌ですよ。 だから、まあ、あなたの存在というよりは、まあ、ルーティーンそのものを崩したくないという、ねえー、男性の根源的な欲求に基づいて、えー、いやいやいや、ちょっと待って君がいないと俺のルーティーンが崩れるんだと、えー、いうことで、えー、彼は執着することがあると、えー。だからできる限りね、やっぱりこう彼の日常の中に負担なく、えー、そして、まあ、もちろんあなたにとってもね、お互いが負担なくいい関係を築けるような距離感を保つことというのを えーまあ、覚えておいていただくといいのかなと。だからあんまりこうね、やいのやいのというふうに、彼に対して、えー、なんで電話してこないんやとかね、えー、ねなんで LINE してこないのなんですぐ返事しないんだみたいなことをガツガツやられると、ちょっとまあルーティンが壊れるということで、えー、ちょっとん無理かなというふうに思われてしまうこともあるんでね、そこはご注意いただいた方がいいのかもしれません。さあ、そして3番目です。 さあ、えー、とこれは2番目のね、えー、ルーティン化っていうところに関連もするんだけどもやっぱり裏表なくね、えー、信用できる方ですよ、えー。裏表なくね。男と女の関係ってね、いわゆるこうプライベートな領域じゃないですか。仕事とかね、えーとまあ、いわゆるこう、 パブリックな場面っていうのは多少建前も必要だし、まあ裏表をね、えー、使い分けをして、えー、時には駆け引きをしなければいけない場面もあったりするんだけども、恋愛事ってね、 そういうい場面じゃななくてもう完全にプライベートな領域ですよねでそこでまでこう何かしらにこう駆け引きめいた話をされたりするとこれはあなたもそうだと思うんだけどやっぱり嫌ですよねあお相手が何を考えているかわかんないっていうか心が追いつける場所だと思ったところでね何かこうモヤモヤとしたこうお互い本音を言わず、えー、何かねこう遠回しなものの言い方をしてみたり探りを入れるような言い方をしてみたりあっちで言ってることと、ね、自分の前で言ってることが違っていたりってされたらそれはあなたも嫌だと思うしそれ,疲れ れると思うんですよねだからそんな関係ってやっぱり継続したくないし、えー、裏表なくお互いね思ってることいいことも悪いこともあると思うんですよそれによってねもちろんね、まあ、言わなくてもいいこととかあるかもしれないけどでも極力やっぱり言葉を交わすことで。 えー、思っていることをお伝えし合うことで、えー、やっぱり信頼関係って深まっていくし、そしてそれによって安心できるわけじゃないですか。多少ネガティブな要素があったとしても、ネガティブな要素がね、見えたとしても、それに対してそれが分かっていれば、対応策を考えることができるんでね、えー、何もないまんま、ね、こう、 遠回しなものの言い方とか、えー、なんとなく薄ぼんやりとしたお互いの間にある、こう、もやもや感みたいなものがあったりすると、それ自体がやっぱり負担になっていくから、えー、そういうことはね、まあ、極力ないように、だから、まあ、あなたがね、本当にこの人を好きだなとか、この人とずっと一緒にいたいなと思うんだったら、極力ね、やっぱり思ってること、えー、また考えてること、えーまあ、そういうことをね、何か小手先で、えー、お相手を動かそうということではなくて、えー、そのままやっぱりストレートにお伝えをして、 もちろん細かいところでの伝え方はありますけど、ただ、えー、お伝えをしてね、やっぱり自分の考えっていうのを日常的に教えてあげる。えー、そうすると彼もそれに応えてくれて、彼も、えー、あなたに対してね、裏表なく接していただくことは、接してくれることになるので、まあ、結果的にね、やっぱりそういう関係ってとても大事だから、えー、あなたに執着をするというか、まあそういう人との関係は、やっぱり誰だって聞いたくないよね。そこまでね、こう、いろんなことをね、ざっくばらんに話ができて心を打ちつける場所。 心を安らぐ場所がそこにあれば、それをわざわざ手放したいとは誰も思わないので、えー、彼はそんなあなたに執着をしていくのではないでしょうか。さあ、そして4番目です。えー、これはまあ男女ともにですね、やはりこう常に自分に磨きをかけているかどうか、えー、常にね、えー、やっぱり成長のための自助努力をしているかどうかということです。えー、基本的には男性はルーティーンが好きではあるんだが、えー、ルーティーンが好きなのと同時にやっぱり上昇志向というのはね、えー、みんなある。やっぱり 人間ですからね。やっぱりこう自己成長というものを、まあ皆さんね、えーまあ、取り組まれてるわけですよ。いろんな形でね。で、まあ彼の方はどん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 変わっていく。しかし、彼女の方は変わっていかない。あれ、ちょっと、 ね、なんか随分ここだけ取り残されてる感じがするから、ちょっとまた他の人の方がいいやっていうふうに、やっぱり思われてしまうことになる。これは逆のケースでも絶対そうで、やっぱりあなた自身がね、やっぱりこう磨かれて、成長していって、えー、見えるもの感じるものが変わっていってる中で、彼だけがずっと同じ立ち位置でね、昔と変わらないまんま、ずっと立ち止まってるようであるならば、なんかこの人別にね、いいや置いてけっていうふうに、 思っちゃったりするじゃないですか。えー、一方でね、やっぱりお相手が一歩先、二歩先、前を行こうとしている人を見ると、やっぱりこう、ね、えー、置いてかれたくないんでね、やっぱりプライドあるわけですよ、男の人もね。やっぱりこう、自分のとお付き合いをしている人が、それは別に収入の問題とか社会的地位っていう問題だけじゃなくてね、やっぱりその人が持っている世界、二人が、二人の間にある世界の中で、 えー、やっぱりこう自己成長を求めている人、そしてそのために、ね、こう何かしら実践し、取り組まれていて、実際にね、こう日々輝きを増している人っていうのは横にいたら、やっぱり置いてかれたりするのは怖いから、えー、そこに執着していきますよ、えー。で、自分自身もね、やっぱりこう成長していこうと思うんでね、成長していこうと思うからこそ、お互いが成長できて、まあ、結果的にね、二人が輝いていくという関係、えー。だからこそ、そういう関係はね、えー、こう大切にされるんだ、えー。大切にされる女性はね、こう、 なんて言うんでしょうかね、こう尊敬できる相手なんだっていう話はね、えーとまあ、昨日かおとといか忘れましたけどな、何日か前の動画でこういうお話を差し上げているので、まあ、こちらを見ていただくとわかるんですけどね、えーとまあ、ずっと大切にされる、まあ、いわゆるこう執着をされる女性は、まあ、往々にしてね、まあ、輝き続けようとしていると。まあ、男もそうなんですけどね、えー、ここはお互い様で、えー、そういうふうに考えている方、えー、まあそういう取り組みをされている方は執着されると。さあ、そして、えー、と5番目です。 はい、えーと、これ大事ですね。執着せずに他に選択肢がある女性ですね。えー あなただけじゃないのよと。それをね、言外に示す必要は全くないんだけど、でもなんとなくね、やっぱりこう、今の4番目、えー、自分の道を歩んでいる人、えー、本当にね、えー、大事なことは自分の人生を生きていくこと、えー、自分が幸せになることがやっぱり最高の幸せである。そういうふうにね、こう考えて、えー、自分の歩むべき道を歩んでいる人というのは、いや、まあそこのね、自分が歩む道にあんたが必要なければあんた別にいらんわっていうふうに、まあ、思われちゃうと、 ね、男の人困りますからね。あと、あ、いや、ちょっと待ってと。<laughs> ね、えっ、ー、と、俺もそこ頑張るから、ちょっと連れてってくれよ、という話になるわけじゃないですか。だから、あんたじゃなくても、私は別にこっちの男ともね、別に普通に付き合ったらええだけやし、いや、あんた以上にこっちの男の方がええよ、っていうことを、いや、それ言わなくてもね、えー、やっぱりこう、そういう可能性のありそうな人っているじゃないですか。やっぱりこう、いつでも輝いていて、えー、いつでもやっぱり魅力的でね、やっぱりこう、誰からも愛されるような存在であるならば、まあね、えー、あなたとしては、 いや別にね、何も自分の価値を下げるような男と一緒にいる人はないわけだから、より自分自身のね、レベルを上げていくことができるようなお相手と付き合うことはできるんよ、というような存在になっていれば、彼はもうちょっと待ってくれっていうふうになりますよ。いや、それでね、いやいや、もうね、俺無理、君ついていけないからもう無理だみたいなね、そういうふうに落ちていくような男であれば、そもそもあなたも別にそんな男に執着されたいとは思わないだろうから、どうでもいいと思うんですよね。そこでね、いやいや、ちょっと待ってくれと。俺はえ そんな君を、ね、手放したくないんだというふうに、やっぱりこう思ってくれるような男性だからこそ、あなた自身もね、えー、そういう方との関わりっていうのを大事にしてるわけだし、えー、執着されたいと思ってるわけでしょ。まあ、だからこそ、えー、あなた自身がね、やっぱりこう、執着をしないというか、別に帰るだけじゃなくてもいいというふうにね、やっぱりこう、 いや、もちろん彼がいいんですよ。彼でいいんですよ。彼でいいんだけど、でも別にね、えー、優先事項としては自分が一番大事であって、まあ彼の存在というのは、あくまでも自分を輝かせるための手段、方法であるというふうにね、えー、ちょっとこう置き方を、えー、変えてあげていただくと、彼は、まあそんなあなたにね、捨てられたくないから、まあより執着をするというか、まあお逃げそうなものって男の人は追っかけなくなっちゃいますからね、えー、そういう意味で彼はあなたに対してこう依存度が高まっていくというかね、 えー、彼をはあなたを手放したくないというふうに、えー、思うと。 えーまあ、そんな話も最近しましたね。えっ、ー、と、最近じゃないか、これは結構前ですね。まあ、男を依存させるためにはね、えー、彼を依存させて、あなたから離れたくないとさせるためには、こんな方法もね、ありますよというお話をご紹介させてあげてます。まあ、こちら見ていただくとね、まあ、この辺りの話、えー、とリンク先がここに出てますから、えー、こちらも見ていただくといいのではないでしょうか。さあ、ということで今日はね、えー、と5つご紹介をさせていただきました。まあ、男性がこう執着をしてしまう女性のタイプという、 まあ女性の特徴か。特徴ということで5つご紹介させてあげたんですけど、まあ冒頭も申し上げたようにね、もちろんこれが全てということではなくて、まあ最終的にはやっぱりね、いつも申し上げるように、やっぱり人と人との関係なんで、えー、ね、やっぱり人としていかにリスペクトされているか、えー、人としてね、お互いをより、 こう認め合い、そしてお互いの存在価値をね、感じ合える人であるかというところが、まあ、言ってみれば一番大事なところであって、そこにこう、プラスアルファはね、えー、男、女という要素がくっつくと、まあ、結果的にはね、こう、お互いがいい意味でね、いい意味で、えー、ネガティブな意味じゃなくて、いい意味でのこう、執着の仕合というか、存在を必要とし合える関係ということになっていく。だからこそ、依存的にね、えー あなたを求める。えー、また依存的にあなたが彼を求めるというような、まあ、なんかね、こう、相互依存みたいな、こう、だらっとした関係ではなくて、適度な緊張感のある、より良い、えー、まあ、恋愛関係というかね、まあ、夫婦関係というか、男女関係を築いていくことができるのかな、と思います。えー、まあ、そんな感じでね、今日ご紹介させてあげていつ、またお役立ていただけるのであれば、お役立ていただければいいのかな、ということで、現場からは以上です。